ちは。邪魔してありがとね。うん。9月初めてじゃないですか、ショールームするの。違うやろ、どうやろ。配信自体になかなかできてないから。愛知無視希望。愛知私全然行ってないな。あの握手会じゃないですか、お仕事で行ったの。今ちょうど手踏みてる。おいつもだ。ブドウと摂取美味しい。ありがとう。ゆりこお疲れ様、ありがとうございます。久しぶりに声で楽しかった、よかった。そうだ、明日から天気悪くなるみたいですね。もう楽しみにしてください。入ってたからジュリーすぐ食べちゃった。誰とめ最後、会いに来てほしいな。今日 TikTok 投稿します。世界だから寒いわ。夜公園遊び、お待ってるね。夜公園入るよってありがとう。初めてお話し会撮ってくれた、嬉しい。喋れるね。じゃあそれ生存してますよ。そりゃ生存してます。劇場で見れて入って一緒になった、嬉しいね。劇場近くのラーメン屋ってセブンの近く、いやどうやろどっちもあるからな。ノスタやったらセブンの近いくやし、北方ラーメンやったら劇場近い。でも今日いっぱい見えて、今日ね昼公演めっちゃ黄色と白見えて嬉しかったんです。久しぶりやったからな、なんかちょっと緊張しました。ひなちゃん元気？元気よ。ありがとうね、優しいね。公園っていい？嬉しい。ゆいのとケイトちゃんのテンションなんかね、どうしようま。こんにちは、ありがとう。眠むやな。いやでもね、今日もこのあと撮影行くんですけど、明日で撮影自体は終わります。アンダーのミッション、え
来週は編集期間とリハーサルで出てなかった分の復習期間でと、まあ、投資派とかもあるからね、頑張らないと。あとちょっとです。でもね、10月もね、本当に最初の1週目ぐらいまでずっとお仕事入れてもらってて、で東京虫もね出演させていただくので頑張り時ですね。ラジオね、私ラジオで喋るときめちゃめちゃ素で喋っちゃうんですよね。なんかあんな感じですいつもは。そうですね、15本撮影は明日で終わりです。最近ずっとねお仕事でもう食べさせていただいてて、なんかねこれで撮影とかで撮影させてくださいではないけど、まあそういう感じで撮影もコラボもしてもらうから輪も広がるし、お店の方にも結構話してもらえたりするから、なんか行きつけのお店が増えそうです。アイス？取りたい取りたい、アイスアイス、しかしげさんがみんなアイス買ってきてくれました。見えへん、一番最初に撮っていいかな、めっちゃあるじゃないですか、嬉しい。神ってことでいいですか、私がアイス買ってきてくださいって言ったら本当に買ってきてくれました。え、なんでこんな種類いっぱいあるんですか、すごい選ばれへん、スーパーカップのマジで、あ、もうのマジでにしようかな、いや、スーパーカップのバニラにしようかな、練乳もいいな、でもスーパーカップのバニラにします。お先でした、はい、ありがとうございます。スーパーカップのバニラもらいました、はい、やったー、これで生き返る、もぐもぐタイムしますね。もうさ、あんまさ、もう最近1食とか2食とかやから変な感じするな、アイス食べんの。いただきます。うん、あー美味しい、しみる。この期間は痩せるっていうよりとりあえず体重キープしななっていう思ってたんで、でも今んとこ体重増えてないからリハーサルのおかげもあって、うん、あと2件頑張ろう。2日連続焼肉でございます。2日連続焼肉最近めっちゃ多いな、楽しみ。でも焼肉ってこんな種類あるねんなと思いました。いつも食べ放題しか行かんかったから、お店によって全然味も違うし、あ、お肉ってこんな違うんやってめっちゃ発見になりました。だからめっちゃ勉強になった、お肉、あとお肉の部位とかもちゃんと勉強しようと思った改めて。でもやっぱり皆さんね、楽だと思うじゃないですか、ご飯食べに行ってって。撮影するのが一番大変なんです、実話の実話。もう卵割る瞬間とかなんか崩れて溶けていったりしちゃったりするから、その徹底的な瞬間、決定的かな瞬間を収めるのが一番大変。うん、この前の牛タン食べ放題でも牛タン食べ放題も2週間前に予約して9時半ぐらいに行けたんですよ。19時台に天満のね牛タン食べ放題予約するんやったら、
ほんまに 3,4 週間前ぐらいから予約しないと多分いけません。あれ土曜か。うん。で、昨日行ったお店もめっちゃ活気があっていいお店、いい焼肉屋さんだったんですけど、あそこも絶対1週間前に予約しないと満席らしくて、皆さん早くね予約してねっていう。でしたでも天満とかに福島に行く機会が増えて、この期間めっちゃ良かったなって思います。ずっと天満と福島気になってたから、この期間天満と福島結構行ったから、なんかうん楽しかった。なんか帰り道とかもコラボしてくださった方に、ここのお店も美味しいねんでとか、ここのお店も美味しいでって教えてもらえるから、うん。鶴橋のおすすめは今日あげます。鶴橋にある21時からアイス。21時からないです。私1回あげたことある気がするけど気のせいかな。ふわふわふわ、夜の福島にもありますよ、それ多分。ウーバー私やらないんですよね。家でご飯を食べる習慣がないんで、基本朝しか食べないんですよ。いや今この時期太ってあかんから朝も食べなくて、トマトジュースしか飲まへんから、ママのご飯が濃いし、ママのご飯最近全然食べてない。いつもね夜ご飯を朝に持ってきたりするんですけど、うん、やっぱリハーサルた弁当も出るし、でも弁当も早くに食べてない、うん、そう食事のバランスはめちゃめちゃ不規則になりますね。やっぱ外食するってなるとやっぱ絶対ね、まあ、居酒屋さんとかやったらさちょっと食べる量とか調節できるけど、うん、制限できるところで制限しとかないとね。寒くなってきた。美味しい。カフェでも一軒しか行かへんかったな。バニラショーダラス見てらっしゃる。そうなんかな。醤油に砂糖入れてもなりそうやけど、うん、寒いんです劇場実は。パン屋も行きましたよ。コラボ期間、コラボのコラボで。ね。予定ではあと5本目、5本後ぐらいにあげます。ちょっ
けど、いい感じにバランス取ってあげたいから、3、4本後ぐらいかな。パン屋さんもめっちゃ美味しいパン屋さん行きました。でも今日7本目あげて、言うたら折り返し、8本目が折り返しか、あと半分、編集ね、やばいですね。追い込まれや。撮影終わってたらさ、あと自分次第じゃないですか。でもちょっとずつ早くなってきました。文章作るの早くなったかも。他のメンバーどうなんやろうね。みんなでも助け合ってやってますよ。彼もヒーヒー言ってます。みんなクリアしたいですね。なので、ごちそうさまでした。まだチケットでも残ってるので、全体のミッションもね、ちゃんとクリアしたいですね。今日の髪の毛ツインテールですね。そろそろ終わろうかな。今日夜公演終わってからはちょっと配信できないので、ランキング読めます。13位、ルートくん、ありがとうございます。12位が絵文字、ありがとうございます。11位がバクくん、ありがとうございます。10位がコシー、ありがとうございます。9位がダイちゃん、ありがとうございます。8位がトシボン、ありがとうございます。7位がマコちゃん、ありがとうございます。6位がハマノン、ありがとうございます。9位が野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。4位がのびきちさん、ありがとうございます。3位がブルーセブン、ありがとうございます。2位がしんのすけさん、ありがとうございます。1位はガンズン、ありがとうございます。1位はガンズンでした。パチ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 。はい、ということで、また皆さん遊びに来てください。ショールームまたね、次いつできるかわからないんですけど、落ち着いたらしたいと思いますので、夜公演も頑張ってきます。じゃあねー、バイバーイ。